はい、おはようございます。今日は11月2日ル、はい、グランティストはい、ピーロットさんですね。いやガジュアンで行っております。なかなか広い会場でですね、もういろんな生産者が来ていて、なかなか面白い試飲会でございます。世界各国の素晴らしいワインです。200本はいきますね。じゃあ頑張ってテイスティングしていきます。はい、フランス・ボルドーシャトー・ピション・コンテスト・ラランド2009年。はい、ピション・ラランド、うまいね。あ、香りがすごいですね。09というヴィンテージがどれだけ素晴らしいかっていうのが、ね、果実の凝縮が素晴らしいです。で今本当に結構落ち着きも出てきているので、まだ寝かせることができるけど、今飲んでも十分美味しさが伝わってくる、このすごさ。これはうまいです。もう本当にパワフルだけどちょっとエレガントな、あ、素晴らしい。お値段は、お値段これで大丈夫ですかね。いいと思います。もうピーロット価格ですよね。でもこれちょっと特価の値段ですね。特価値段、特価値段、特価値段で、特価値段で28,770円。確かね、あっちに書いてある35,000円ぐらいだったんですよ。3万5000円ぐらいですね。ソミンポイント7点。ああ、素晴らしい。納得のピョナランド09、美味しいです。フランスボルドー、シャトーローザンシグラ、マグロマルゴ地区です。ヴィンテージなんと2001年。2009年、素晴らしい。17年ですね。価格がですね、14,990円、特価ですね。でここの表記では18,000円くらいですね。まあ、いい香りです。ピーロット価格、飲んじゃいますね。すごいね、これは。すごい、2001年とは思えない果実のこう力強さ、素晴らしいワインですね。ソムリンポイント7点。はい、素晴らしいワインです。素晴らしいワインです。チリですね。チリです。あ、コンカグアバレー、セーニャ、ビーニャセーニャのセーニャ14 2014年。お値段が14,550円、特価。ヒーロート価格18,498円。高い。高いですね。でもやっぱりチリらしいこう凝縮したベリーの感じと、ちょっと香ばしいような、そうですね、コーヒーみたいな香りが。いや、セーニャやっぱり素晴らしいですね、うん、もうスーパーチリですね、これは。これはナフタも長いし、もうこんな洗練されたやつはほとんどないですよ。こうちょっと壁のミントさというか野生味がありながら、はい、ベリーのこうちゃんとした凝縮感、ちょっと冷涼さも感じるようなこの雰囲気、うまいっす。ソムリンポイント、ソムリンポイントは 6.5。 はい、素晴らしいワインです。ちょっと高いかもしれない。フランス・ボルドー、ポンテカネ2014年。笑顔だね。笑顔にもなるよね。本当。お値段、特価で15,510円。安いです。こちら価格では11,831円。うん、11,831円。すごい、本当にいろんな香りしますね。ベリーとか、漢方系
そうなんですよね、香り変えたら結構中国系の漢方の香り、スパイシーなものシナモンだったりとか、それくらいだと当時の香りもするようになるかな。ちょっと味わいが楽しみです。2020年まだまだ元気。飲んだな、お前。飲んじゃいました。元気なんですけど、こうスッと飲めるんですよね。だけどすごい力強さが伝わってきて、素晴らしいワインですね。素晴らしいワインですね。ソミンポイント 6.5、 はい、いいワインです。納得の1本でございますね。さすがポンテカン。ちょっと時間経った後も楽しみですね。フランス、ボルドー、ソーテルンですね。シャトーシュデロー、2005年。あ、すごいですね、コンポートしたいものが本当にリンゴとかもう本当にパンズみたいな。ボルドーの寄付ワインといえばソーテルン。寄付ワインって甘口のワインですね、はい、もうカビがついたようなブドウを使うんですけど、特価で9130円、1万超えてくるわね。でもまあこの味わいだったら全然ありですよね、うん、スジローの美味しい。スジローの丸棒がこんな感じで飲めるとは。いいですね、これちょっとブルーチーズなんかと一緒に飲みたいですね。なんかね、飲んでる感じからするとね、なんか栄養ドリンクのイメージがある、うん、本当に確かに元気になります。なんか変なユンケル飲めるこっちも絶対間違いないですね。まあ高いけど、仕事する前にこれを一杯飲む、それは頑張りますよね。ソムリンポイント6点、うん、元気になるワイン、いいワイン、素晴らしいです。お疲れ様でございました。200種類弱で、200今日ですね、はい、200種類ありましたからね、うん、よーし。やっぱり毎年毎年思うのがやっぱりいいワインが多いですね。素晴らしいですね。楽しい楽しい楽しいシーンがいいですね、はい。ちょっと楽しませていただきました。楽しんじゃいましたね。楽しんじゃいましたね。まあでも本当にいいものが多いからこそ、やっぱりこのピーロードさんっていうのがやっぱりこうご活躍していらっしゃるっていうのが分かってしまいますね。そうなんですよ。はい。また来年も楽しみです。今からの時期ですね。はい。ではまた次回、来週の何日かですね。5日から。が何がありましたっけ。結構あります。あ、多いわ。あ、多いです。4つぐらいあるわ。表参道らへんとラングドックの試飲会がありますね、うん。結構キツキツな感じでございますけど、はい、行ってもらいます。また次回お会いしましょう。はい、ズコちゃん。パキュー。あ、なかなか今回は手がエレガントで出てました。あ、そうですね。やっぱり美味しいビール。あ、ちょっとテンションが高いですね。やっぱり出ちゃう。どうも、では。